アニメポケットモンスターニュースサポー。11月17日にスタートする新シリーズの最新情報をお届け。今日はサトシとゴーの冒険の拠点と新たな登場人物を紹介。クチバシティに作られた桜木研究所が新たな冒険の拠点。ここで暮らす2人をサポートするのが、ポケモンを知ることは世界を知ること、ポケモン博士桜木。2人の冒険をサポートしながらポケモン研究を行う。そして遅いよゴー。桜木博士の娘小春、ゴーと幼馴染で研究所のポケモンワンパチにとても好かれている。次回のニュースもお見逃しなく。